漆黒のジェイル。俺の名は重吉、34歳。早く終わんねえかな。銀座行きたいな。400年続く由緒ある神社の長男。この神社のトップにあたる宮司だ。神社っていうのは実に儲かる商売だ。まあうちの神社は伝統があるし、観光スポットにもなっているから、年間30万人の来場者を数え、数十億円の集金を達成する。まあ神社の息子ってことで、俺は裕福な家庭に育った。勉強も運動もできる方ではなかったけど、寿司でも行こっか。さすがボンちゃん、お供します。金持ちのボンボンだからついたあだ名はボンちゃん。学生時代から金遣いは荒かったよ。大学時代なんて高級会社を乗り回して好き放題。お姉さん綺麗だね。今からカフェらない？え？毎日ナンパばかりしていい思いをさせてもらったよ。一度悪い奴らに囲まれたことがあったから、同級生の中から強そうな奴らを雇って。ここまででいいぞ、後でまた迎えに来てくれ。はい。ボディーガードまでつけていたよ。まあこれが本当のボンボンよ。そして1995年、34歳になった俺は満を持して神社の跡取りとなった。やっと俺の時代が来たぜ。そう、神社のトップにあたる宮司の座に着いたってわけ。こうなればもうさらにやりたい放題よ。俺は儲けた金でとにかく遊びまくった。毎晩のように銀座のクラブで飲み歩いて、世の中金だな。重吉さん素敵。週末はラスベガスに飛んでカジノに明け暮れたりと、まあ豪遊三昧だ。実は俺結婚もして子供も授かったんだが、俺がフィリピンパブに通い詰めたのが悪かったのか。もう無理です、別れましょう。あ、分かった。妻に見放されてしまい離婚した過去がある。その後2度目の結婚をしたんだが、俺はその頃銀座のクラブで出会った愛人とラブめいていたから。ひどいわ、別れましょう。マジで？すぐにまた離婚となってしまった。他に女が1人や2人、許せないもんなのかね。ちなみにその時の愛人が3度目の結婚の相手だ。つまり俺の現在の妻マキコってわけ。今日も遅くなりそうだよ。そう、分かったわ、行ってらっしゃい。マキコは性格が寛大だったのか、夜遊びもある程度許してくれた。しかし突如事件が勃発したのだ。俺の破天荒な私生活を見かねた神社内部の人間たちが、もう我慢ならん、重吉は追放だ。ふざけるな、なぜだ。なんと俺を宮司から外しやがったのだ。俺がこいつらを一生恨んだのは言うまでもない。ふざけたことに俺をトップから引きずり下ろし、新たに宮司となったのは姉の京子だった。くそ、なんで京子なんだ。許さねえぞ。俺は怒り狂った。すぐにでも京子を宮司から陥落させ、再び自分がトップに返り咲くための方法を考えた。俺は周囲の人間たち父と姉の悪い噂をばらまいたり、殺してやるって書かれてあるぞ。積年の恨み地獄へ送るって何なのこれ、怖い。父と姉に対し自分たちの過ちを理解させるため、一方的に手紙を送り続けた。お前らなんか絶対に認めねえ。しかし父と姉は俺に屈するどころか警察に通報しやがった。なんと俺が送りつけた手紙は脅迫状とみなされ逮捕だ。ちょ待てよ、たかが家族喧嘩だろうがよ。俺は逮捕された。恥かかせやがって、くっそ、絶対に許さねえ。覚えとけよ。宮司の座を奪われた恨みは何年経っても収まらず、姉の京子に強固な殺意を抱き始めた今日この頃。そしてマキコ、京子を殺すぞ。はい。56歳になった俺は妻マキコと共謀し殺害を決心したのだ。そして2017年12月7日、俺たちは日本刀を手に、姉が運転手の車に乗って帰宅してくるのを待った。帰ってきたわね。よし、刺し殺すぞ。はい。20時に差し掛かろうとした時だった。車が到着し、姉が車内から降りてきた。俺たちは一気に飛び出し日本刀を振りかざした。や、姉は俺たちの姿を見つけるや事態を察したのだろう。そのまま走り去ろうとした。しかし俺は姉の背後から後ろ首を切りつけた。ぬらー。次の瞬間、俺は姉の胸に向かって日本刀を力の限り突き刺し、うん、仕留めた。これを見た運転手が車を飛び出し逃走した。しかしマキコが日本刀を振り回し追いかけていった。待て、助けてくれ。そして近くのスーパーマーケットまで逃げた運転手に追いついたマキコは、逃げやがってお前。運転手の右肩から腕にかけて日本刀で切りつけた。お前はこれで許してやるよ。マキコは走って俺の待つ神社の敷地内まで戻ってきた。俺は用意してあったナイフを手にマキコに確認した。マキコ、刺すぞ。はい。俺たちだってもう生きていく価値などない。その直後、俺は自身の左胸を刺して自殺した。